皆さんこんにちは。今回は、モダン中之島コレクション、大阪時代の文化芸術発信センターという、展覧会について、ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。だからこ の, あの大学の博物館ってこれだけのこうね、あの分量というか素晴らしいねですね。ありがとうございます。今回ちょっと、はい、渾身の展覧会になっております。はい、はい、今回ですね、大阪中之島をテーマとしているんですけれども、皆さんあの記憶に新しい通りですね、今年の2月に大阪中之島美術館というのが、はい、そうですね、はい、開館しまして、まあ、皆さん中之島に今関心が高まっているのではないかと思います。大阪大学もですね、中之島に大阪大学中之島センターという建物がございまして、はい、まあ、今そこをですね実は改修しておりまして、来年の春の開館を目指して、大阪大学中之島芸術センターというふうに名前も変えてですね、まあ、芸術の発信センターとして、新しい施設としてオープンする予定であります。まあ、そういった経緯もございまして、今回この中之島のまあ、あの歴史をですね振り返ろうということで、このようなテーマを設定させていただいております。ありがとうございます。はい、で、この展覧会ですね、第1章、第2章、第3章というふうに、分かれているんですけれども、まずこの第1章ですけれども、江戸からですね明治、大正、そして大大阪時代という、ところをテーマとして、おります。でまずですね、大阪の江戸時代の大阪中之島というのはどういったものだったかということなんですけれども、実はですね、あの諸藩の蔵屋敷が立ち並んでいたという、はい、場所です。で、蔵屋敷というのはどういうものかといいますと、まああの年貢米を納めていたりですね、まあ、あの各藩の特産品を、まあ、集めて、まあ、販売したりっていう、そういった、場所でした。はい、ですね、なのであの大阪 の, あの江戸時代の地図をですね、はい、ちょっとご覧いただければなと思います。はい、こちらがあの江戸時代の文化3年に、作られた地図ですけれども、東が上ですね、大阪城が、ね、大阪城が上に来るように、はい、ね、なっております。で、中之島がここですね。ここが中之島、ここあ、そうですね、ややこしい、まあ、ややこしいですよ、まあ、こう普通に戻ります。はい、で、はい、ちょっと文字が小さいんですけれども、はい、まあ、ここ中之島なんですけれども、いろんな藩のですね、まあ、蔵屋敷が、並んでいるという場所になります。そうですね、はい、あの水運がすごいこう充実してた時代の、そうですね、堀川がたくさん、はい、しじみ川とかもある、あ、そうですね、ございますし、ここが今は埋め立てられていますけれども ね、 ね、そこはもうあれですね、西堀川はそうですね、はいはい、長堀川とかがあった時代が、ね、そうです ね、 ね、素晴らしいですね。はい、まさに水の都だということが、これが1800、これが1803年ですね。1803年ですね、はい、すごいですね、はい、あ、個人の方の、あ、そうですね、はい、これはだから要は何かの付録なんですかね、地図なんですか、これ付録というよりかは、それ地図として販売、地図として要は本屋さんで地図を、はい、買うみたいな、あ、そうですね、なんとか出版みたいな、あ、はい、そういうことですよね。はい、そうですね。ね、素晴らしいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、これこっちへ一個戻っていいですか。あ、はい。この大阪名所図って、あ、これがなんか、はい、スゴロク、スゴロクじゃないですね。これはそうですね、あのスゴロク的に配置されてますけれども、まあ、大阪の名所を集めたもので、これはちょっと時代がもっと新しくて、大正6年、はい、のものになります。まさに大大阪時代が始まろうとするところですね。はい、すごいですね、面白いですね、これ。はい、中之島の図がございまして、ここですね。はい、中之島公園とかね。こちらですね、はい、造幣局とか、はい、高麗橋がすごい華やかな、はい、梅田ステンションの梅田停車場とかね、あ、そうですね、すごいですね、はい、これは、いや、四つ橋もだから四つ橋あった時の、そうですね、四つ橋市電が走っているという時代ですね、すごいですね、これはすごいですね、はい、ありがとうございます、はい、
で、まあ、江戸時代のですね、まあ、蔵屋敷の様子がお分かりいただける説明書図絵の中から説明書図絵、はい、よく登場してまいりますが、すね、はい、これはだから要は本冊子ってこと、本ってことなんですね。これはまあ地史といいますか、まあ、大阪のまあ場所をずっと羅列していって、それがどういった場所かっていうのを説明していくいった本になります。で、まあ、時々絵もそうですね。だからこれもさっきなんで一緒で、本当時本屋さんでこの個人の方がこの説明書図絵を買われて所蔵されてるっていう、そういう理解ですかね。そうですね、はい。カラーもあるんですか。これはそうですね、色刷りのもので、はい、女芸文山菜図絵という本なんですけれども、こちらはその蔵屋敷のところに、まあ、ちょっと位の高いあの女性が、まあ、今まさに船で着こうとしているシーンです。なるほどね、はい、すごいですね、はい。だからこっちは説明書図絵はモノクロなんですね、はい、あ、そうですね、これは色のついていない、ね、色はついてないですね、はい、墨刷りのものになります、はい、はい。こちらはですね、なにわ十六橋知恵の私というものなんですけれども、まあ、中之島と、こっちがあの、天馬橋、天神橋を描いたものなんですけれども、一筆で同じ橋を渡らずに、行くにはどうしたらいいかと、うん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 、一筆でどういうこと？そうですね、あの同じ橋を一筆書きってことですか？そうです、一筆書きでどうすればいけるかっていう、まあ、知恵の遊びの当時の、だからそのすごろくだってその遊びのうちの一つの、そういう、はい、一筆書きで橋を割ったるみたいな、はいはい、分からへん、分からへんな。私も何回かやってみて、やっと見つけました。あ、見つけたんですか、はい、どうしたらいいですかね。じゃあちょっと横にですか、ね、答えを言ってもらっていいですか。そうですね、はい、はい、もう一回、私が合ってるかちょっと違うか、はい、ここからスタートしてこう行って、はいはいはい、こう行って、はい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 、こう行って、うんうん、こう行って、うん、こう行って、うん、こう行ってこっちに回って、こう行って、こう行って、こう行って、あー、行けた、あー、すごい。あ、でもここにたどり着けないか。あ、たどり着けますね。あー、なるほど。はい。で、行けるのではないかなと思いました。いや、面白いですね。はい。これなんか、もともと、ケーニヒスベルグの橋というですね。ケーニヒスベルグの橋、はい。数学者のオイラーという人が、解決したあのこういった同じような問題があって、それをもとに、はあ、はい、で何は28教、知恵の私というものがございまして、それをさらにあの、まあ、縮尺したのがこのもので、はあ、はい、28の橋を渡るのは相当難しいんじゃないかなと思います、はあ、面白いです。これだからここが今、ここが何和橋、天神橋ってことですね。あ、そうです、そうです、はい。だから昔のあれなんで、今は剣先がここまで来てるんですけど。そうです、はい。今、天神橋のとこまで来てます。しかもこの何和橋までも来てないっていう。あ、まだそうです、ね、来てない。ここがだから、いわゆる山崎の、はい。山崎ですね。で、山崎の花と呼ばれる。花と呼ばれる。もう少し伸びますけどね。ね、ああ、それも面白いですね。はい。いやー、面白い。これ、だからそれぞれになんかこの、何でしょう、なんかこう文章がちょっとあんまり読めないですけど、はい、書いてるんですよね。あ、そうですね、うん、あ、そうか、これはそれですね、ここ、はい、本国を、これがそうですね、はい、ここはどうやったらあの元の場所にたどり着けるかってやってみてくださいという、いや、面白いですね、はい、ケーニヒスベルクの橋っていう、はい、という問題があるそうです。問題なんですね、だから数学的なその、はい、なんかなんとかのテイラーの定理なんかわかんないですけど、はい、そういう類の種類のってことなんですね、はい、そうですね、いや、面白いですね、それは、いや、すごい、はい、貴重な。こちらがですね、タコの松という、あ、はい、はいはい、復元したやつがね、今、あ、今残ってますけれどもね、はい、はい、これがあの広島藩の藩邸の近くに植わっていたという大きな松です。でこのようになにわ百景という浮世絵のシリーズにも出てくるぐらい、うんうん、あの当時中之島のシンボルだったということです。
ね。そうですね、はい、今はだから逆側に、あ、そうですね、堂島の方に、ね、はい、再現されてます。はい、すごい、はい、こちらがですね、あの小田和馬という、はい、近代の、まあ、版画家になるんですけれども、まあ、これ大正8年の土佐堀の風景ですけれども、まだ大正でもまだこの蔵屋敷の景観が、あ、そうですね、はい、まだ忍ばれるという状態ですね。だからちょうど100年前の1919年ですね、はい、あ、そうですね、はい、うわー、すごいですね、はい、はい、素晴らしい、はい、振り返っていただいて、はい、次はあの明治時代の中之島のパノラマ写真をメインにご紹介したいと思います、はい、こちらはあの壁に展示してあるのと実物がですね、こちらケースの中に出ております。表に6名、裏に4名写真が貼ってありまして、はい、あの繋がるように、景観が繋がるように撮ってあるものです。あ、なるほどね、はい、でこれが先ほども出てきました、あの山崎の花で、そうですね、はい、ここにかかっている橋が、あの旧なにわ橋です。なにわ橋ですね、はい、なにわ橋は今はあのライオン橋とも呼ばれますけれども、はいはい、もうちょっと西側の方ですねにかかっていて、うんうん、はい、かけ替える前の、はい、かけ替える前の、そうです、そうですね、はい、古いなにわ橋です。へえ、すごいですね、はい、でここにあの今はもう大阪城の方に映ってますけれども、報国神社、はい、はい、の鳥居が見えております。はい、すごいですね、はい。これもだから1902年なんですね。あ、そうですね。しかもこれだから撮影者不詳、はい、誰かが撮られて、はい、でこのその。河内像とか、はい、そういうことなんですね。そうですね、はい、誰か撮ったかをちょっと記録が残っています。貴重な写真もね、これはすごいですね、はい、こっちが面白くて、今の大阪府立中之島図書館が建設途中だということです。すごいですね、これは、はい、で、ここに立っている塔が明治記念標本の塔で、はいはい、西南戦争で、亡くなった方を慰霊するために建てられた塔なんですけれども、明治35年にあの大阪城の方に移されているということが分かってますので、うん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 、そういったあの記録からこの写真はおそらく明治35年より以前、明治35年この記念標が移る前に撮られたものだろうということ、だからちょうどこの第5回内国官僚博覧会ぐらいの時に写ってる、はいはい、あ、そうですね、そんなタイミング的には、はい、すごいですね、はい、いや、すごいですね、これは、はい、内国官僚博覧会第5回学校ですね、はい、これがその時の地図になります。まあ、会場はあの天王寺の方なんですけれども、はい、この地図にも一応中之島のことが詳しく載っております。そうなんです、はい、この辺がそうですね、あ、そうですね、この辺が中之島です、はい、はい、まだね、市役所とかもないし、はい、はい、地方、まだ地方も淡路だというか、あ、川口の方にあった時ですね、ですか、はい、おお、相当前ですね。相当前ですね。はい。1903年ですもんね。はい。すごいな。はい、こちらの壁面は大阪市の地図を2つご用意しております。はい。はい、こちらは大正13年に刊行された大阪市パノラマ地図になります。はい。大変細かくて、ね、地名もたくさん。この辺が中之島。はい。建物も。細かく書いてあります。建物がいいですね、この辺は、はい、市役所があって、ね、報国神社があって、図書館があって、当時の報国神社、はい、で、中央公会堂がもう建っております、あ、中央公会堂もあるんですね、はい、で、こちらですね、右側に展示してあるのがこの地図より古い大正8年に、大正8年、はい、刊行された地図です。こちらの地図はですね、上が南になっています。上が南、なかなか珍しいですね、はい、はい、なかなかないと思います。なんか意図があるんですかね、上が南と。いやー、どうなんですか、ね、よくあの上が東大阪城やからみたいな、よく言われるん
ですけど、はい、これがちょっと私は分からないんですけど、ね、この英語名がエアロペイン・オブ・ザ・グレイト・オーサカってなっていて、はい、っていうのと、こっちがザ・ムック・ペインティッド・ピクチャー・オブ・ザ・グレイト・オーサカということで、微妙に英語の表記が違っているという、はあ、これだからこのこっちに関してはわらじ屋さんで、その要は地図のってあれですけど、はい、そういうね、地図専門じゃないけど、あ、そうですね、そういうね、はい、なんていうの、本屋さんというかですね、はい、みたいなところがやってるってことです、はい、こっちもそうなんですか。同じところですね。あ、そうなんです、はい、あ、わらじ屋さん、はい、あ、そうなんですね、はい、エロプレインっていうのが多分飛行機的な、あ、なるほどね、から見た景色みたいなイメージ、すごいですね、かもしれないですね、はい、一つのもう言ったら美術品じゃないですけど作品ですよね。そうですね、本当にね、はい、すごいですよね、はい、この辺の一応こう解説があるんですね、この、あ、そうですね、はい、こうわらじ屋さんというところが観光したものなんですけれども、はい、あ、そうですね、大正8年の方は飛行機からの眺め、うん、はい、また大阪の意味で、行政用語グレイター大阪ではなくてグレイト大阪を用いているという、グレイト大阪の方がなんかいいですよね、うちの方がなんか、ね、しっくり、はい、しっくりきますよね、はい、でもオラジアさんは2006年まであったんですね。そうみたいです、はい、すごいですよね、はい、1872年に、はい、ね、創業したんで、はい、130年ぐらいは、はい、すごいですね、調べて楽しんでいただけるね、いや素晴らしい、素晴らしいですね、はい、で第2章ですね、次は、はい、こちらからですね、大阪中之島にある建物、中央公会堂大阪市役所、リーガロイヤルホテルの前身である新大阪ホテル、はい、などをですねメインに取り上げております。まずは中央公会堂ですね。皆さん中之島といえばやっぱり中央公会堂を ね、 本当に思い浮かべる方が多いと思うんですけれども、はい、中央公会堂はですね、後で出てきますけれども、コンペが行われまして、はい、岡田慎一郎という人の案が採用されて、大正2年に着工されて大正7年に完成いたします。今はですね、重要文化財に指定されている建物です。特別室という建物にはですね、洋画家の松岡久志という人が天地開闢という絵を描かれていて、うん、大変見応えのあるお部屋ですね、はいはい、この岩本栄之助さんが、あ、はい、立った時にはもういらっしゃらなかったっていうね、はい、そうなんです、お亡くなりになってしまって、そうですよね、はい、岩本栄之助さんは100万円も寄付されて、ね、はい、すごいですよね。でこれ株に失敗されて、そうですね、大阪市に100万円、はい、そのね、寄付、なんかノーレスオリジみたいな、そういうことで寄付したけど、はい、株取引失敗して、はい、やっぱ返してって言ってもよかったんですよね。そうですね、でもいや男気みたいな、なんかその、いやいや恥だみたいな、ね、みたいな、なんかその昔かたぎの、はい、そういう逸話も素晴らしいですね、はい、うん、こちらのケースでは当時使われていた食器類ですね、なんかお借りしてまいりました。すごいな、はい、これが漢字で利休という字が当てられているんですけれども、利休、はい、利休ルグラス、利休ルグラスですね、はい、利休ですね、はい、すべての、ものにですね、はい、この公会堂の公っていう字と大阪市の師匠の身を尽くしを、はい、合体させたようなマークが全部刻んであります。公、はい、あ、ちょっと分かりにくいんですけれどもね、下のこの、このスプーンにもあるんですか、あ、全てに、ここですか、全てに、はい、はあ、なるほど、そういったマークが、はい、刻まれております。すごい凝ってますね、はい、なるほど、素晴らしい、はい、こちらですね、中央公会堂の続きになるんですけれども、はい、こちらはね、大阪毎日新聞が刊行した、写真報道の紙のビラになります、はい、これはあまり公会堂そんなあれなんですけど、これはちょっと公会堂が写ってますっていうのと、
とまあ声優界の臨時全国大会なんかが北海道 で、はい、行われていましたということで、ね、すごいぎゅうぎゅうに人が集まっております。だから今でいうところの自民党全国大会みたいな、そういう感じの、そうです、ね、はい、熱気がすごいですね。そうですね、はい、こちらは中央公会堂で行われた山田耕作の耕作、はい、すごいですね、演奏会のポスターになります。へ、はい、これ山田耕作さんが指揮するんですか？これ、そうなんです、指揮もして、あ、はい、そういうこともできる方なんですね。あ、そうですね、あの日本で初めて交響曲を作った言われている人で、すごいですね、はい、指揮もされてピアノ、ここにもピアノ伴奏ってありますけど、ピアノも、あ、どうだ、ピアノ伴奏も、はい、すごいですね、はい、で曲やって指揮やって、はい、すごいですね。で会費がこれは100円、1円、100円ですかね、100円、200円、はい、300円なんですか、はい、すごいですね、はい、何年なんですかこれ。これが、昭和6年昭和6年はい、すごいですね。あ、そうか、ここに書いてますね、昭和6年ですね、はい、いろんな人がこう上皇街道でやってますもんね。あ、そうですね、名だたる方が、名だたる方がね、はい、あ、すごいな、はい、そのこちらに出しているアルバムはですね、あの竣工、建築途中からですね、あの竣工に至るまでの、工程ですね、それを収めたアルバムになるんですけれども、こちらの上の方はまだこの骨組みの状態の中央公会堂ですね、ちょっと、ま、はい、丸みのところだけがなんとなく、はい、なんとなく、なんとなく、あ、そうかなみたいな、ね、出来上がるんだなっていう方、あの完成が分かるような感じですけれども、ね、はい、下の方はその職人さんたちですね、はい、よくこの記録を残してましたよね。そうですよね、はい、これ貴重ですよね、うん、これだからここ一部だけです、これアルバムみたいになってるってことですね。あ、そうなんです、実は前面に写真があるんですけれども、そうですね、あ、はい、あのだから記録写真っていうそんな感じですね、はい、そういう感じですね、すごいですね、はい、あとはこちらオペラ、お蝶夫人が行われた時の、はい、三浦玉樹さんというソプラノ歌手の人が公演を行った時のパンフレットとか半券なんか展示しております。すごい、すごい、はい、よく持ってました、この個人像ですね。あ、そうですね、どなたかが、はい、すごいですね、貴重な、はい、はい、じゃあちょっと振り返って、はい、はい、はい、こっちが大阪市役所コーナーになっております。はい、すごいな、こちらは、はい、この上にあの展示しておりますのがマグサというマグサ、はい、あの建物 の横材ですね、ここに当時の写真を展示しておりますけれども、ここ、ね、はい、ここにはまっていた、はい、扉のところですか、扉の上ですね、上のところですね、はい、マグサっていうマグサというそうです、意味も漢字もわからないこれがあの真ん中がヴェルクリウスっていう、ローマのですね、これですね、はい、昭皇の神の神ですね、はい、ヴェルクリウスがあの持っている杖をですね、カドケウスっていうらしいんですけれども、はい、まあ、大阪というのは商業の中心ということで、はい、そういった意味合いからこのマークが採用されている、うんうん、みたいです、はい、すごい、はい、こちら下はですね、当時ハマっていたステンドグラスをお借りしてまいりました。すごいですね、はい、もう結構あの実際に持とうとすると枠組みがすごくもろくなってきて、あ、そうなんですね、はい、かなり思った以上に柔らかくてびっくりしました。あ、ね、はい、あ、持ちはったんですね。あ、そうなんです。重いんですか？そんなに重さはないんですけれども、そんな重さないけど、はい、やっぱガラスなので結構硬いのかなと思ったんですけど、やっぱ枠がこう柔らかくて結構、はい、もうだって100年
ものってことですね。そうですね。そういうことですよね。はい。すごいですね。はい。はい。裏側に大阪市の関係のものを続いております。はい。とですね、大阪市関係のもの、面白いのがこれが小説になるんですけれども、香川豊彦さんという方が、はい、書かれた空中制服という空中制服、はい、小説なんですけれども、この主人公がですね、突然ある朝起きたら自分が大阪市長になったという設定のシュールすぎる、はい、シュールすぎる、そういったお話になっております。シュールすぎる、はい、挿絵なんかも結構風刺画のような感じで、はい、見応えがある面白い小説。面白いです。これしかもなんか SF 小説って書いてますね。あ、そうですね。はい。突然大阪市長になるという SF 小説なんですね。はい。すべてシュールですね。はい。ご案内申し上げます。豊臣秀吉とか大塩の平八郎も出てくる。すごくはちゃめちゃな設定ですね。すごいですね。はい。面白い。大阪市庁舎の、まあ、ちょっと小さいですけれども、ね、写真長きこういった外観だったというふうにですね、編成しております。いいです、いいです、はい、いいですね、お待ちいたしております。よろしい。こういうなんか写真のやついっぱいありますよね。あ、はい、写真集じゃないですけど、あ、そうですね、絵はがきのね、はい、やつすごく貴重ですよね、こういうのね、はい、だから本当に、ま、前の代のね、はい、その全然外観が違いますもんね、はい、そうですね、はい、今とはだいぶ外観が違っています。場所は今の中野島でいいんですね、これ。あ、はい、場所は今と変わりなく、はい、ね、個人像よう持ってありましたね、この。そうですね、はい、だから普通に絵はがき買い張ったってことですね。あ、はい、そういうことですよね、はい、うわー、すごいな、これは、はい、素晴らしい、はい、で振り返っていただいて、はい、新大阪ホテルのコーナーを紹介したいと思います、はい、この新大阪ホテル、今現在リーガロイヤルホテルという、はい、お名前ですけれども、もともとですね、中之島の3丁目今の渡辺橋駅付近のホテルがございました。昭和10年にですね、開業しております。当時ですね、その海外の方からですね、賓客を迎え入れたいという、まあ、財政界の強い要望から作られたホテルです。で、こちらですね、当時の新大阪ホテルの模型をですね、お借りしてまいりました。はい、これだから大阪ホテルっていうのがあって、あ、そうですね、それと区別するというか新を付け合ったって、はい、そういうことですよね、はい。こちらがあと鈴藩という有名な、ちょっと今廃業されているようなんですけれども、まあ、鈴屋の老舗ですね。鈴屋さん、はい、なるほど、はい、うーん、作られた模型になります。はい、すごいな、よう残ってましたね、これ。あ、そうですね、あんまり多分残ってないんじゃないかなと思います。そうですね、はい、この御所蔵者の方の先代が新大阪ホテルでバーを経営されたという、あー、なるほどね、はい、バーで、はい、バータキーさん、タキーさん、はい、すごい、はい、おしゃれな感じですね、このバーもね。そうですね、はい、これも絵はがきなんですよね。あ、そうです、はい、金が新年って書いてますね。はい、金が新年、年賀状として作られたはがきのようです、ね、おしゃれですね、はい、外国みたいな感じですね。あ、本当そうです ね、 やっぱ海外にも負けないホテルという、ね、はい、強い思いで作られたホテルだと思います。はい、じゃあやっぱ海外の方向けに英語のパンフレットですね、はい、はい、なんか金釣りなんかもされていて、あ、なるほど、ね、はい、あと新大阪ホテルのコーナーでこちらがメインとなる展示作品ですけれども、これは素晴らしい作品なんですね。あ、はい、そうですね、こちら安井宗太郎という洋画家の作品ですけれども、はい、開業当初からある作品です、はいはい、こちらのパネル見ていただくとですね、分かるんですけれども、こちらはですね、当時ツインルームにかけられていたということが分かっているんです、はい、
はい、で今はですねリーガロイヤルホテルのロイヤルスイートルーム、この2階建てのお部屋の、ね、部屋が2階になっているんですね。部屋が1階でなかなか、はい、我々は泊まれるようなところではないっていう、はいはい、そうですよね、はい、すごい、はい、そうですね。だから今リーガのロイヤルスイートルームにはこれはありませんってことですね、はい、今はね、今はそうですね、お借りしているので、はい、これを楽しみに泊まられた方はあれないなっていう、はい、今は今はこちらで展示してる、はい、ってことですね、はい、なるほど、素晴らしい、はい、ちょっと見ていただいて、はい、次がですね、橋のコーナーです。すごいですね、まあ、中之島にはたくさんの橋がかかっているんですけれども、はい、やっぱり中之島で一番メインとなるのは浪速橋ではないでしょうか。はい、浪速橋はですね、大正4年ですね、新しい浪速橋が架けられます、はいはい、この時に場所が変わってる、ね、あ、そうです、あの西側に移った、山崎の花にかかってたのが西側に、うん、あ、西側じゃないですか、東側に、東側に移ります。はい、そうです、はい、でこちら展示しているのがこの森金石という方が書いた浪速橋の渡り初めの学校になります。こちら渡っているご夫妻はですね、竹原ご夫妻という方なんですけれども、橋の長寿を祝ってですね、あのこういったあの儀式が行われて、行われたそうです。はい、はい、でこの右側にライオンが、そうですね、はい、ああですか、あ、運かな、運のこっちは運行ですかね、はい、これってライオンには何か由来がいろいろ、それがですね、はい、阿行と運行が2体セットになっているんですけれども、もともとですね、あの報国神社が中之島にはありまして、まあもしかしたらそういったあの参道的な、浪速橋がその報国神社に至るまでの参道的なこう意味合いを持たせるために、まあ、西洋の、まあ、あの西洋でいう、まあ、狛犬的なものとしてライオンが選ばれて、ね、こう東洋的な狛犬に見立てられたのではないかという、東洋的な狛犬に見立てられたとも考えられる、はいはい、そういった説もあります。でアレクサンドル三世橋にあるライオン像を意識したという説もある、はいはい、諸説あるっていうのがいいですよね。はい、あとはあの全然関係ないです。これ4体浪速橋にライオンがいるんですけど、あ、はい、5体目が和歌山の頑固さんにみたいな、はい、都市伝説みたいな話もあるとかないとか聞いたことがあるんですが、はい、5体目がこの浪速橋を見て、作らせた、作らせはったんですね、作らせたという、そういうことですね、はい、和歌山に1体あるそうです、ね、1体あるとお聞きしたことがあります。はい、はい、あとですね、橋コーナーでぜひとも見ていただきたいのがこちらになります、はいはい、こちらがペーパークラフト作品になります。ペーパークラフトですね、はい、あの日本語の古い言葉と縦板子という、縦板子、はい、はい、縦板子、縦板子という、はい、これで分かる方はなかなか通ですね。そうですね、はい、うわーすごいですね。ちょっと一個一個見てみましょう、はい、道島大橋ですね、これ、はい、すごいな、はい、なかなか、なんかペーパークラフトってすごいですね。これどな、販売されるんですか。あ、ゆくゆくは、ゆくゆくは販売されたいという、はい、ことなんですけど、お好きだ、マニアにはこれちょっとたまらないそうですね。しかもこれなんかちゃんと100分の1モデル、そうなんです、ちゃんとされてるんですね。津村さんという方が作られたんですけれども、はい、実際にあの金尺で測りに行って、測りに行って、はい、ここですね、正確に寸法を出して作られたそうです。津村さんという方が作られて、はい、もしかしたら箸のこうペーパークラフトが販売されるかもしれないっていう、はい、そうですね。ここはじゃあこっちは錦橋、錦橋、はい、で
土屋橋と大江橋は同じ装飾が使われているそうですね。淀屋橋と大江橋自体が2つの橋を同時にコンペに出してっていう、はい、そういう歴史のある橋になるので、でこの下は水晶橋、水晶橋の100分の1モデル、はい、全体をすごいですね。これは作っていただきました。おお、これはすごいですね、はい、おお、すごいですね、はい、水晶橋は堂島可動石と呼ばれていて、はい、はいはい、ゴミを川に溜まったゴミをですね海に流す役割を担っていたということです。はい、そうですよね、はい、だからいつぐらいまであった、昭和57年から水晶橋ですね。あ、そうですね、うん、はい、だから堂島可動堰と土佐堀可動堰があって、はい、その2つが今は人が渡れる人道橋に、はい、なってるっていう、そういう、はい、いや、このいいですね、この、はい、ここだけちょっと幅が狭いってことをおっしゃってました。ちゃんと実寸測りに行ってますと、はい、ここだけ狭いんだという、はい、これ間違ってるんじゃないですよと、じゃないです、ここだけ、はい、実際こうなんですと、はい、素晴らしいですね。ここだけちょっと船を通せるようにしていたと。なるほど、はい、うわ、すごいですね、これは、はい、なかなか貴重な、はい、大ヒットになるかもわからないです、はい、素晴らしい。こちらは大大阪橋梁選手という大大阪時代にかかっていた大阪にかかっていた橋を集めた写真集ですね、はい、今は亡き、今は亡き、はい、橋たちもたくさん収められています。そうですね、はい、これはですね水晶橋ですね。あ、これそうですね、はい、はいはい、堂島川可動堰、はいはい、こちらの額に収めている、はい、あ、はいはい、その一部なんですけれども、はい、今は亡き街頭たち、あ、こうしてなんかコレクションされるとなんかすごい、はい、残っていたら素敵だと思うんですけれども ね、はい、これもだからその絵はがき的な、はい、そういう写真集みたいな、そういうことですね、はい、まあ、絵はがき用にしたらちょっと大きいんですけれども、はい、カード式の、はい、写真集になってます、なるほど、だから販売してたってことですね。あ、そうですね、普通に販売されていた、すごいですね、はい、大江橋のコンペの写真なんかもあります。お、はい、すごいですね、はい、そしたら次朝日新聞関係についてご説明したいと思います、はいはい、大阪朝日新聞社というのはですね、明治12年にですね大阪市江戸堀で、朝日新聞を刊行、したのが始まりになります。で明治18年に中之島三丁目の宇和島藩の倉屋敷跡に移転することになります。移転が早いですね。あ、そうですね、1879年に江戸堀で創刊した後も、はい、5、6年で、はい、今の中之島のところに来るんですね。あ、そうですね、はい、でそれだけやっぱり新聞のその何でしょう、はい、こう重要というかね、はい、すごいですね、はい、同じ時期ぐらいにこれ毎日新聞も多分、あ、そうです ね、はい、創業されてるという、はい、すごいですね、はい、で大正末から、はい、昭和初期にかけてですね、この時計塔のあるですね大阪朝日新聞社屋というのが紹介します。これですね、はい、これがその時の設計図ですね。こんなおしゃれだったんですね、はい、時計塔があるというおしゃれな建物です。これ藤井浩二という建築家の書いた建築図面なんですけれども、竹中工務店に入社して建築家として入社するんですけれども、まあ、2年後にこの設計を任されるという。2年目の若手が。そうです、はい。うわ、おしゃれですね。はい。でこれはその時計塔にはまる文字盤のデザインを考えている時の図面ですね、はいはい。これどっちもあるってことですか？あ、実はこれどっちもなくてですね。こっちに模型がございますけれども。本当はこっちにある。はい、
ローマ数字が実際には採用されたということで、ローマ数字になっているんですね。はい、ローマ数字になっております。ローマ数字になっています。はい、だからこちらはこういう案で出しましたが、はい、まだ、はい、だから逆に貴重ですね、アンビルド採用されなかった、はい、貴重な、貴重なこの文字盤っていう、はい、図面になります。そうですね、はい、なるほど、すごいな、はい、素晴らしい、はい、こちらがあの、大阪朝日新聞社朝日会館朝日ビルディングの模型になります。はい、竹中工務店さんからお借りしてまいりました。で、大阪朝日新聞社のシャープこちらですね。はい、これ当時だからこうな2つある感じですけど、はい、当時もこうなってたってことですか。こういう、はい、こうなってこっちもこうなってて、そういう感じですか。先に朝日新聞社屋ができて、その次に朝日会館。だから同時期にこうなってたっていう、そういう理解で。同時期にこういうな、最後にその朝日ビルディングができて、こういう3つの建物が並んでいるというところですね。当時こうだったんですね。当時こういった、はい、景観が実際にあったということです、ね、で、僕らがなんとなく理解しているのはこの今のこの朝日新聞のこのね、はい、このスタイルはあの、はい、こちらは近年ま で,、ね、近年まで残っていて、今はウエストに変わっていますけれども、ね、はいはい、全体でこうあった当時のイメージがすごい分かりやすいですね、はい、これすごいですね。これはこちらトサゴリですね。そうですね、はい、はい、ここに椿筋が、はい、はい、こっちに東島側が流れですね、はい、はい、でこの朝日ビルディングというのはですね、昭和6年に建つんですけれども、はい、その1階と2階の部分にあの金属のアルミ板のようなものが埋め込まれていて、はい、まあ、それがすごく当時最先端でスタイリッシュな、デザインだったということで、はい、まあ、多くの人に衝撃を与えたという、とが言われております、はい、でこちらのですね、壁のところに、その朝日ビルディングのですね、新築工事の概要とか、すごくこの表紙がスタイリッシュな、ね、はい、斬新なデザインとなっております。でこちらの隣です、なんでこの本があって思われるかと思うんですけれども、このですね、この想定がですね、金属の、はめ込まれてますけれども、これがその朝日ビル その外装に影響を受けたっていうふうに言われております。これが先なんですね。あ、これが後です。あ、これが後なんですね。朝日ビル その最先端の外観に影響を受けて、なるこういう、はい、想定としてははい、ちょっと珍しい。はい、この浅野茂次郎という大阪の画家の人は想定、はい、本の想定なんかもされてるんですけれども、はい、そういった朝日ビルに影響を受けて、はい、ちょっと突然これが想定で出されると、はい、そうですね、なんかちょっとすごい唐突感が、はい、だからもう皆さんこちらを分かった上での、はい、この想定っていう、そういう感じなんですかね、はい、そうですかね、うん、はい、はい、あとはですね、まあ、朝日新聞社の、まあ、刊行されたパンフレットとか、はい、朝日会館が開館した時のパンフレットなんかも展示しております。朝日会館はですね、大正15年に開館するんですけれども、はい、中がエジプト風の、ね、トはい、劇場とかどういうことっていう、はい、ヒエログリフのデザインがされた壁とか、ね、はい、そういった装飾だったそうです。そこは何か理由があるんですか。ですね、後付けかもしれないんですけれども、朝日新聞、まあ、朝日とあと新聞、あの新聞はの原料はパピルス、紙パピルスで、朝日の、まあ、朝日といえばそのエジプトでいうと、まあ、太陽神だ、そういったことでですね、ここに書いておりますけれども、ここですね、はいはい、エジプトの最高神が太陽神だということで朝日に通じるという、はい、まあ、後付けかもしれないんですけれども、まあ、当時エジプト美術というものは結構流行ってたみたいで、あ、そうなんですね、はい、また当時の流行に、なるほど、はい、を取り入れたものなんだと思います。すごいですね、はい、あと朝日新聞では当時飛行機を持っておりまして、はい、
まあ、取材のために飛行機を持っていたり、自社ヘリみたいな感じですか。あ、そうですね。はい、こちらがあの神風号というあの飛行機を持ってたんですけれども、この飛行機が、当時あのロンドンまで行くんですね、はい、ロンドンまで往復するんです。でそれがあの当時の最高記録、往復の最高記録を更新しまして、はい、ギネスみたいな、そういうことですか。あ、そうですね、はい、はい、で、一体、何時何分何秒で着くのかという予測してもらうという検証をしまして、その時のポスターになります。なるほど、はい、すごいですね、はい、当時の新聞社の勢いというものを感じることができます。いやー、すごいですね。国産乗用自動車すごいですね、トヨタの車がもらえたと。はい、素晴らしい。こちらはですね、あの朝日会館の開放誌、会館芸術という雑誌ですね、はい、という表紙を並べております。表紙を見ていていただくだけでもすごくあの、うん、斬新な、ね、スタイリッシュなデザインが、そうですね、だからお分かりいただけるかなと思います。1936年、そんなになかったですね。あ、そうですね、5、6年ぐらいですかね。あ、これはもっと刊行されるんですけれども、ここに出しているのが、ここに出してるのがってですね、はい、36年までということですね。そうですね、はい、あ、そうですね、1953年まで刊行された、はい、なるほど、すごいですね。また旭会館で、行われた演奏会ですとか展覧会の、チラシ、パンフレット等を展示しております。はい、ジャック・テイボー、フランスジャック・テイボー、はい、ちょっとわかんないですけど、はい、ジャック・ティボーですね、ジャック・ティボーさん、ジャック・ティボーさん、はいはい、バイオリニスト、フランスのバイオリニストさん、はい、はい、あとはヤッシャ・ハイフェッツ、ヤッシャ・ハイフェッツさん、はい、この方も有名なバイオリニスト、バイオリニスト、はい、はい、とか、まあ、あの舞台ですね、舞台、はい、藤原芳恵さん、藤原芳恵さん、はい、ハーフの方で、このお顔も出てますけれども、大変端正なお顔出しの、ね、はい、方ですね。テノール歌手、はい、なかなかこうやっぱ文化がすごいこう充実してた、はい、そういう時代の、そうですね、ね、はい。こちらが公園とスポーツというコーナーになってます。中之島公園というのは明治24年頃から整備が始まるんですけれども、はいはい、まあ、大阪ホテルとか大阪図書館とか、いろいろ建物が増えてまいりまして、まあ、公園もきれいに整備されていきます。で、まあ、スポーツができるですね、テニスコートなど、そういった、施設も整備されてまいります。ここではですね、あの本の挿絵ですけれども、中之島公園で走り高跳びをしているすごいですね、はい、可愛らしい挿絵なんか棒高跳び的な感じですか。あ、そうですね、棒高跳びです ね、 ほとんども橋のとこまで行ってるみたいな、はい、面白いですね、はい、すごい。あと噴水があったということですね、はい、これが元になって今の建築の噴水なんですか。ああ、そうかもしれないです ね、 ね、こんなと噴水があったんですね、はい、すごいな。これは夜の中之島公園なんですけれども、はい、はい、当時はなんかデートスポットとして有名だったそうです。やっぱりそのおしゃれな、はい、富田健生の、はい、作品ですけれども、こちらはバスケットボールですね。あ、バスケットをしてるんですね、はい、これがちょっとボールだと思うんですけれども、あ、はい、これだから橋のとこまでボールがいってるってことですか。 あ、ちょっと誇張されているかもしれないんですけれども、まあ、まあ、なんかイメージは橋の下でこういうふうにそういうことですね、スポーツする場所があって、これが多分なにわ橋だと思います、はいはいはい、で市電が走っていて、はいはいはい、でこれ上実は大阪城が写ってるっていう、あ、そうですね、大阪城が描かれたり、なるほどね、はい、すごいですね、はい、なるほど、
まあ、あとは次は遊覧という遊覧、はいはい、バスとかですね、船とか大阪中之島を巡るですね、公共交通機関も整備されてまいります。はい、はい、次は、ね、はい、あ、観光亭スイート、観光亭スイート、はい、はい、すごいな、はい、昭和11年に、昭和11年、はい、まさに大大阪、はい、の時代の、はい、大変豪華なね、あの観光船ね、はい、すごいですね、はい、だったということで、はい、こちらがその観光亭スイートに乗って中之島が遊覧している、なるほど、漫画の絵はがきですね、はい、はい、これなんか少年ポンとおっさんがという人が主人公で、まあ、中之島の名所を巡るという、なるほど、なるほど、はい、絵はがきみたいです、あ、でもなんかそのね、今の感じもこの、はい、ちょうどこんな感じですもんね、はい、そうですね、これ何は橋から見た、そうですよね、はい、だったりとか、いや、面白いですね、はい、あとこれ旭会館で二課展が行われていたりとか、二課展、はい、なるほど、はい、すごいですね、はい、あとはこういったそのペーパー、こちらもペーパークラフトですけれども、これはですね、あの梅田と、こちらは、あ、すいません、昭和8年にですね、梅田と心斎橋間の地下鉄が開通して、翌年にですね、地下通路で心斎橋と大丸がつながったことを祝して刊行されたペーパー、大丸の付録というか、あ、そうですね、はい、で組み立てるとこんな感じで丸くなって、こうくるくる回して、この覗き穴からこう、ね、地下鉄が動くのを見るという、そういったペーパークラフト、よくこれをこう持って貼りましたね。そうですね、すごいね、1934年のものをこの状態で保存保管するってすごいですね、はい、いやー、すごいな、これが貴重な、貴重な、はい、そうですね、こちら大阪バスの路線ですね、大阪バス、はい、だから今のその大阪 の、はい、あのバスですね、市営バスの、そうですね、はい、これあの空にツェッペリン、空にツェッペリン、はい、バス、ツェッペリンってあの飛行船、ドイツから来る飛行船なんですけど、ちょうどこの昭和4年に日本に来てて、そうなんですね、はい、その頃に観光された路線です、なるほど、はい、で陸は大阪バス、はい、陸は大阪バス、なるほど、はい、昔はこんなんで行ってましたけど、ね、はい、今こうです、今はバスで楽々ですよ、なるほど、はい、第3章行きましょう、はい、はい、こちらではですね、進化するアートアイランドというふうに題しまして、はい、まあ、中之島がこれからどう発展していくかという、ことをですね、はい、メインに考えていきたいということで、はい、展示しておりますが、はい、まあ、一応大阪大学も中之島とゆかりが、そうですね、はい、ありますので、はい、ちょっとそちら中之島と大阪大学というコーナーを設けております、はい、当時その具体的なポテカで展示されていた作品ですね、今展示しております。あ、え、これが作品ですか。そうですね、はい、作品です。堀尾明子さんという方の作品になります。なんか難しいですね、どう理解したらいいのかがちょっとはい、具体美術協会もなかなかね、前衛な、なかなか、かなり前衛な、そうですよね、はい、なかなかされていたので斬新すぎて、はい、はい、で、あの第3室、まあ、第3章のメインがですね、はい、もう一つの北海道プロジェクト、あ、いいですね、はい、すごいですね、下他のコンペ案が実現していたので、はい、いいですね、ということで、はい、中央公会堂、実はあのコンペが行われていて、13名、はいはい、建築家の方から応募があって、13名は どういうセレクトなんですか。あ、実はですね、先に、審査員の、となる人たちが当時は大御所であったり新進気鋭の建築家17名を選んで、その方たちにあの応募してくださいという案内を出すんですけれども、まあ、結果的にいろいろあって13人が応募、してきまして、でその中で岡田慎一郎案が採用されることになるんですけれども、まあ、12人の、まあ、
方のボツになってしまったということなんですけれども、実は原画がですねまだ大阪市の方に残っておりまして、はい、こちら武田剛一さんの、武田剛一さんを落選したということですね。落選した、はい、誰もが知る関西の建築界の父、はい、武田剛一さんですら入選しなかったぐらいすごいってことですね、はいはい、そうなんです、すごいですね、はい、ということで、この武田剛一さんと矢橋賢吉さん、はい、矢橋賢吉は国会議事堂などの設計なんかにも関わっている方ですけれども、そんな人も落選するという、はい、落選しているという、すごいですね、はい、ということで、まあ、原画がちゃんと残っておりまして、はい、で、もしその岡田案以外の人が採用されていたら、なるほど、どういった中之島の景観だっただろうという、まあ、遊びですね遊びのプロジェクトをですね、素晴らしい、モニターでやってみた、壮大な遊びですねこれは、はい、素晴らしい、13人ですねの原画残ってるんですけれども、その中から5人選びまして、はい、こちらがですね大江慎太郎、という人の案ですね。こちら正面図になります。すごいですね、はい、このドームが印象的な、ね、まあ、はい、ちょっと形的な今のやつにちょっと似てなくもないかな、曲線を採用しているというところは、ね、はい、中条、あ、これはもうこれではこれで全然また違いますよね、はい、こちらは大変直線的でシンプルな、あ、まあ、これでも全然いいな、はい、そうです ね、はい、全然マッチしてますね、うん、すごいですね、正面図ですね、すごい、この当時この機械であったりとかがないですよね、そうです、はい、手書きです、原画が手書きが素晴らしいですね、はい、もう本当に線がもう、ね、こんなよく細い線を、はい、引けるなと思うぐらい、すごいですね、はい、はい、これも終わりになりますけれども、はい、もう一回あの冒頭に戻ります、はい、素晴らしいですね、なかなかそのこうできなかったね、はい、選ばれなかった点ってなかなかすごい面白い発想も面白い、あ、武田剛一案ですよね、はい、いやいいですね、はい、いいですね、これもなかなか素敵なデザインですね、ちょっと一台前の大阪市役所のこうこうなってる感じのやつが、なんかちょっとそれをオマージュされてるんですかね、大阪市役所武田剛一に関わっていたような、ああ、なるほど、はい、じゃあそこはやっぱりなんか、はい、ちょっと、はい、イメージはそうなんですかね、しかしたらそういう、はい、なるほどなるほど、これはこれで素晴らしいシックなです ね、 ね、はい、落ち着きのある、いいですね、はい、やばし元気ちゃんですね、お写真もなんかすごい立派な桐江先生って感じですね、はい、そりゃそうなんですけど、やばしの案はあの2つの2つのね、塔が印象的な、はい、なんかこうインパクトがバンとありますね、はい、存在感かなりね、ありますね、1本細いのより 2本ね、はい、分厚くっていう、なんかかなりこう重厚な感じがしますよね、ただそのやっぱりあの辰野金吾が後に評価してるんですけれども、このやっぱ塔が逆にちょっとあの目立ちすぎるということで、ちょっとうるさいと、はい、それはことがちょっと採用に至らなかった、あまりにもその全体の環境にマッチしてないみたいな、はい、なるほど、伊藤チューターですね、伊藤チューター、あー、はい、これはこれなんか、はい、すごいですね、ちょっと西洋なんかベルサイユ宮殿みたいな、なんか、はい、すごいですね、いや、これもうどれがなってても全然いいですけどね、そうですよね、たまたまって怒られますけど今のねやつですけど、他のやつやったらどうなってたのかなっていうのも見てみたいですよね、はい、ただやっぱりあの建築の専門の先生にこの間お話を伺ってきたら、はい、やっぱ岡田慎一郎がピカイチだという、ピカイチなんですね、はい、
なるほど、そうなんですね、はい、ちょっと私も建築の専門ではないので分かんないんですけれども、他の人のはちょっとこう西洋の、まあ、いろんな様式を取り入れてきているけれども、まあ、取り入れ方が中途半端だみたいなことも、ね、いう意見もあったりして、はい、あこれね、はい、これもまあ形が今のねやつにちょっと丸みとかが近い気はするんですけど、うん、なんか図書館のねこう丸い感じにちょっとマッチするようにもう考えてらっしゃるのかなって感じですけど、ね、そうか、図書館はもうできてるんですね。あ、図書館先にできて、図書館先にできてるんですね、はいはい、なるほど、だからそれとのバランスとかみたいな、そういうのもあるってことですね、はい、うわ素晴らしいですね、これはこの企画は素晴らしいですね、はい、6月25日にこれをあのテーマにしたシンポジウム、あそうなんですね、はい、すごい中央公会堂 で、 あまさにまさにここで、はい、中央公会堂で、うわすごいですね、素晴らしい、戻りました。戻りましたね。はい、はい、ありがとうございます。はい、こちらがですね、はい、戻ってしまうんですが、そのコンペをした時のその図面なんかをまとめた本になります。大変貴重な、はい、大変貴重な本です。これはだから大阪市さんが持ってるんですか。あ、そうですね。大阪市さんが持ってらっしゃる。お借りしてまいりました。いいですね、はい、ちょっと背表紙なんかちょっとゴロゴロになってしまっているんですけど。ね、すごいですね。はい、このだから。17名の建築家にまず応募しませんかと、はい、だこの17人に入るだけでも当時その建築界では、はい、まあ言ったら名の知れたという、はい、そうです ね、 ね、はい、の中から最年少の岡田慎一郎さんのやつが、はい、ね、13人の中で一番 最年少だった岡田が選ばれたという、ね、すごい、はい、名だたる ね、 ね、武田五一なんかを抑えて、片岡康を抑えて、はいはい、すごいですね、はい、これは素晴らしい、そうなんです。で岡田 の、 あの図面いくつか原画が失われてまして、そうなんです、ね、こちらの、はい、透明図なんかは実はもう原画がなくなってしまっていて、はい、この本でしか確認できなくなっております、じゃあ余計にこの本が貴重な、はい、当時の全貌を知る大変貴重な本です、はい、こちらは残ってるんですけど、透視図は原画が残ってますが、はい、ついこの間まで大阪歴博の方で原画が展示されてました。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はいはい、こちらのケースでは中之島に関する文学作品を展示しております。はい、やっぱこのね、やっぱ中之島といえば白い巨塔かなというと、まあ、大阪大学、なにわ大学、はい、なにわ大学財前先生ですよね、はい、その誰演じた人が誰かに、タミヤ二郎はちょっとみたいな古いですね、あ、タミヤ、そうですね唐沢君、唐沢さんで、あと岡田純一さん、岡田、ね、岡田君ってことですね、はい、すごい、だからもう何年何十何年かに一回やるんでしょうね、そうですね、これって、はい、それだけ不朽の名作という、うん、はい、ね、すごい、あとは何か面白いの、はい、あ、そしてこの隣の福田喜一という方もですね、霧に沈む戦艦未来の城という、ね、はい、小説なんですけれども、こちらですね、あの中之島全体が大きな戦艦に改造されて東京に向けて出撃するというで、そのまま装飾を立つという、はい、すごい、さっき の、 あの起きたら大阪市長になったみたいな、それに、はい、ほぼ近いシュールさのそうです、ね、はい、という SF 小説ですね、はい、SF 小説です、これまた、はい、ですね、はい、すごいですね、はい、斬新すぎて、はい、SF の巨匠と言われている小松左京さんなんかとも、まあ、親しかったと、はい、なるほどなるほど、はい、すごいですね、じゃあ、はい、素晴らしい、はい、文学作品、なるほど、ありがとうございます、はい、はい、こちらですね、あの大阪大学の中之島センターがどのように改修されるかということですね、まあ、一応パネルで展示しております、はい、まだ出来上がってないんですけれども、まあ、一応こんな感じになる予定ですという、はい、いつ改修とかも決まってますか、はい、あ、2023年の春にオープンできるように、
準備を進めてまいり、進めております。来年の今ぐらいにはもう、そうですね。はい。はい、ね。ますますだから中之島がね、そうです。アートの島という、そうですね、はい。素晴らしい。はい。こちらちょっと最後の件になりますけれども、はい、こちらがですね、中之島第三の道ディインカネーションというですね。リインカネーションというのはよみがえりという、意味らしいんですけれども、中之島にある、近代建築をどう保存、再生していけばよいかということをですね、当時 の、建築家の方々が、いろんな案を出されたという、はい、図録になります。はい、じゃあ上田敦さんとかですね、主要公会堂をどう保存するかっていうのを、はい、ね、考えられた模型なんかも中に載っております。安藤忠夫さんのこれエッグのやつが主要公会堂にもね、 はい、ありますけど、はい、そうですね、はい。あとこちらの森村康政さん、すごいですね、はい、何者会のレクイームっていう展覧会、されてましたけれども、これはもう終わったやつですね。あ、これは、はい、2010年に行われた展覧会ですね。でこの、チャップリンに付した森康政さん、実はここが中央公会堂の特別室、はい、特別室ですね、はい、で、撮影されたという、よくこの撮影ですね、まあ森村先生だからあれでしょうけど、撮影をさせてくれましたね、公会堂が。すごいですね。そうですね、はい、私も当時この学部生だったんですけれども、この展覧会を行われた時はまさか中央公会堂だったとはつゆ知らず。ああ、なるほど、はい、なるほど、はい。そうか、これをやってるところを見るわけじゃないので、中央公会堂で見るわけじゃないので、はい、あ、そうなんです。そういうことですよね、はい、どういう場所かっていうのは全然知らずに、この作品はよく知ってたんですけれども、はい、まさか中央公会堂でこれを撮るとはという、はい、すごいですね。楽しみですね。はい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 。なんかこんな感じになっております。はい。ありがとうございます。はい。